はい、じゃあ続けてやっていきたいと思います。ですね、次はここが終わってここっすね、行きましょう。うん、うん、霊的、あ、そういう系か。うん、うんうん、うん、なるほど。で、トンネルに近づいた人ってその後どうなったわけ？うん、あらららら、うい、マジモンじゃないのよさ、それ。あまりにテンプレすぎてかえって現実味がないですね。なるほど、確かに。どうせユージが怖がらせようとして嘘の設定を後付けしてんでしょ。実際は何事もなくピンピンしてて今でも連絡取ってるとか、そういう。みんな私服なのかな。ちょっと大きい絵で欲しいっすね。わお。いや、嘘、テンプレでいいって。嘘って言ってよ、嘘って。あらら、あらららら、いやー、うおおおおチルチルは怖がってるのか喜んでるのかわかんねえ反応なのよさ。わからんね。ミチル様はびっくり箱のようですね。まさに文字通り。うまいこと言いよる。うん、救いないわ、一切ねえな。やっぱり呪いとかそういうのが関係しているのでしょうか。うん、でもお医者さんが見ても何もわからなかったんでしょう。うん、ああ、もうだから怖いって。そういうの、持病あるとか、そういや半年ぐらい前から咳してたとか、そういうソースないのねえ。あららら、うおー、この子リアクション面白いな。うん、違うわよ、怖くなんかないわよ。びっくりしたのよ、怖いのよ。怖いって言っちゃった。ミチル様、落ち着いてください。結論が時計の針のごとく元通りに。だってマジじゃんこいつ。普通は気を使ってもうちょい緩い話にするのに、容赦一切なしで優しさかけらもないし。まあいいじゃないか、チルチルがここで恐怖のあまり失禁したとしても、みんな何事もなかったかのように振る舞う優しさは用意しているのよさ。失禁、失禁しねえよ。あと、それ優しさじゃないから、残酷だから構え。どういう話になってんの。すんなよ。うん、百物語やってんの。うん、あ、5人でやってんのか。うん、はい、お疲れ様でした皆様。うん、終わったみたいですね。うん、ご物語。うん、なんだかんだ言って最後のユージ君のが一番怖かったわ。あらら、風見さんの話は虚飾がない分だけ本物っぽく聞こえましたしね。うん、ちょっとやめてよ。最後は嘘でしたで終わっておくのはせめてもの優しさってもんでしょ。あ、私服だ。
ええな。うん。信じるわよ。ちゃんと言うなら信じるから。おお。え、あ、やっぱ無理。信じられないわよ。なんとかしてよ。洗脳してよ。そういう機会持ってきてよ。おお。かわいいな。うん？榊さん、ああ、そういえば、なんか群れるのは嫌いじゃないのか、うん、嫌いなのかな、うん。そういや、今日は見かけなかったわね。さっちゃん見た？いえ、今日は学校では見かけましたが、寮では見た記憶がありません。夜遊びですかね。私はチラッと見たけど、すぐに部屋へ引っ込んじゃったから、その後はわかんないのよさ。ああ、寮の中にはいる。あ、私服かわいい。ええな。うん。うん、確かに。あの子って別にそこまでこういうイベント嫌いじゃないわよ。あら、ということは、まあユージ君がいるからとかなんか。まあ積極的に参加してるかというとそうでもないけどね。でも参加しておかなきゃって意思みたいなのはあると思う。なるほど。ふんふん。そうね、普段みんながここで集まってる時もあそこに背中くっつけて立ったままで話聞いてたりするもんね。いい人なんだ。うん。はい、だから今日この場にいないことは比較的異変のように感じます。ユミちゃんは分かりやすいテンプレみたいなクーデレだから照れてんのよさ。お兄ちゃんがちょっとスケベ心出して突っ込んだら、あ、だってそんな恥ずかしいじゃないって速攻落ちるに決まってるのよさ。マジいいことを聞いてしまった。はい、それぐらいの対応はあってしかるべきではないかと思います。おお。榊さんは精巧なロボットのように的確なクーデレぶりを常時発揮されますし、今回の一件もそれに起因するものであるのはもはや明白であると思われます。私、なんか今すごくユミコに同情しちゃったわ。同情？なんで？ひょっとしてチルチルも分かりやすい属性持ち同士、その辺は分かり合える部分があるとかそういうの？同族意識？チームプレイ？チームプレイか。なあ、顔を背けてねえで言うのよさ。喋り方おもろいなこの子やっぱ。うるせえ！あんたのそういう必要ないじりに同情するって言ってんでしょうが！あ、大きな声を出さないでください、ミチル様。急に大声を出すとお体に触ります。私は無鉄砲に生きるミチル様が心配でなりません。サチもなんかな、なんかな、そういうの。仲ええな、こいつら。うん。と性格の悪くなるマキナ。うん。突っ込める。あらあら。うん。まあぜひ仲良くはしたいですけどね。おう。うん。ふんふん。お、別の日か。うん、かわいい、このガハラさんめ。気のせいかしら。こ
これとか超似てるよね。うん、これあれだったっけ、 A やってる人一緒なんだっけ確か。うん、だとしたらまあ似てるってレベルじゃねえよな確かに。うん、危なかったのよさ。あら、勘が鋭い。はい、さすがに勘が鋭いですね榊さんは。うん、まあこの人たちしかいないかんね。うん、ほほう、なるほど。うん、結構みんなも知らん感じなのか。だからこそユミちゃんの生態を調査するのよ。うん、なるほどなるほど。どうかしたのよ。うん、うん、はて、棒のように足が鳴って疲れたのよ。あらあら、結局何一つ分かりませんでしたね。残念。さすが。うん、人間味が感じられなかったのよさ。ロボットっぽいというか無機質な感じがしたのよ。うん、なるほど。はい、あれではまるでサイボーグのように思います。うん、さてさて、うん、うん、せやな、そこ気になりますね。そういえば喜怒哀楽とはちょっと違うのですが。うん、榊さんがびっくりしているところを見たことならあります。おう、あ、かわいいよねこの絵。びっくり、ええ、うん、なんだろう、ゴキブリとか。うん、榊さんにはかなり不本意な話だと思うのですが、カップ焼きそばをですね。まさか。はい、オヤングのソース焼きそばです。湯切り楽楽ホールが標準搭載、熱湯3分。オヤング、あ、僕もあれですよ、好きですよ。最近はでもね、あの一平ちゃんのですね、あの塩だれがマイブームですね。あのカップ焼きそばって湯切りをするじゃないですか。やっぱそういうことか。お湯を捨てた時にシンクが熱湯に反応してボンって音を立てるの分かります？ああ、そっちか。はい、それで同じことを榊さんがして、うん、超可愛いんだけど。しかもなんかウキウキじゃないか、音符出てるし。かわいい。
ですよね。焼きそばが仕方ない。あの榊さん、これそのままで。私は後片付けをして帰ってきました。あらあら、かわいいやん。うん、いいなそれ、私も見てみたいのよさ。うん、それは湯切りの話でしょ。別の方法だったらいいのよ。ほほう、意外と切れるな。ユミちゃんを待ち伏せして驚かしてやればいいのよさ。おお、面白そうだけど、榊さんをひどく怒らせることになるんじゃないのかな。あらあら、相手が悪いな。確かに私だけでやるから大丈夫なのよ。バレないようにやるから平気なのよさ。心配だ。サッチ、そろそろ帰ってくる。はい、あと2分ほどで玄関に到着します。うん、これであとはターゲットが近づくのを待つだけなのよさ。どうやって驚かすんですかね。万全なのよさ。お兄ちゃんはそこで高みの見物を決め込んでおけばいいのよ。うん、ユミコが驚くこととか本当にあるのかしら。って、なんでチルチルもいるの？ミチル様だ。え？いいでしょ？気になるから来ただけよ。お。今なのよさ。お？え？なに？顔かわいい。停電？困るわね。おお、おそらくターゲットはそのビビリの性格ゆえに、停電で真っ暗闇になった今はきっと神経を張り巡らせているはず。うん、なに？おお、かわいいじゃないですか。イメージとだいぶ、うん、はあ、うん、でもそれゆえに一度安心すると普段以上に緊張が緩むのよさ。お、うっく、おい、来たろ。怖えな、これ。うん、おう、キャー、イメージが。そう、かわいい。うん、なんだこの子、めっちゃかわいいんだが。おーい、ユミちゃんマジ驚きじゃない。どれどれ、どんな顔してる。エッチな顔とかしちゃってる。しちゃってますね。あんた鬼だわ、本当に。
ちょっとチルチル、もうちょっと見せてよ。ここだとあんまし見えない、あ、ちょっと押さないでよマキナ。あ、この展開。おう、あははヤミコどうしたの、停電しちゃったみたいね。急な停電だったからびっくりしたのよさ。ちょっとミチル様、うわー、おみ足がおしゃれさんですね。うん、やりましたね、お見事です、作戦は大成功。あ、おお。どういうことかしら。ふう。いや、これはね、ちょっと理由があって。チルチルがやろうって言ったんだよ。こいつ最悪だ。ちょ、おま、濡れ犬。チルチルも楽しんでたんだから同罪だよ。粛々と無所暮らしするがいいのよさ。だったらあんたも罪を償えよ。あたし一人悪者でしょ、今の言い方。そう、何が目的かわからないけど、あなたたちが仕組んでいたのね。カッター出ちゃいます。あ、報復は覚悟の上ということで、いいのね。ひぃ、あ、落ち着いてください、坂木さん。ひぃ、ユミちゃんが怒ったー。ねえ、なんで私の方めがけて追っかけてくる。ちょっと、いやあまねちゃんいませんね、そういえば。怖え。お、おう。あ、まだ続くんだ。ふんふん。お、誰かさんに下劣なドッキリを仕掛けられないよう早めに学校へ行くことにしたのよ。なるほど。ははは。うん。あららららすげえわかりやすい例え。あ、いい顔。これ以上私に何の恥をかかせる気なの。うん、分かったわ。じゃあ手短に言ってちょうだい。うん、そうみたいね。なるほどなるほど。気遣いができる男。
別にあなたに直してほしいところがあるわけじゃないわ。うん、うん、むむ。私怖い話とか嫌いなのよ。こいつやべ、ちょっとスクショ撮り、ちょっとよし、これはちょっとツイッターでめっちゃ可愛いなこの子。なるほどなるほど。そんなに意外そうな顔を向けないでくれる。うん、あなたの言う通り、別にあそこに集まったりするのが嫌なわけじゃないけど、いいでしょ、人には苦手なものだってあるんだから。いやいいね。あなたに直してほしいところが一つできたわ。ん？その無神経さよ、少しは人に気を使ったらどうなの。なるほど、確かに。せやな。いいなぁ、ユミコちゃんいいっすね。みんないいな、うん、みんないいわ。おもろいんだがこのゲーム。せやな。お、オッケー。さてじゃあ、うん、ユミコちゃんの意外な一面が見れましたね。ちゅうわけで一旦聞いたいと思います。